憲法改正草案を作る際には帝国憲法も大いに参考にすべき、真面目に受信料を払っているものが割を食らう正直者がばかを見る現状に、私はすべての増税に反対する。 えー、NHK から国民を守ると、浜田聡でございます。えー、っと最後の14分間によろしくお願いします。えー、まず、昨年6月に沖縄県庁の地下駐車場で PFOS が流出し、その公表が3か月遅れた件を取り上げます。えー、今回、朝日新聞の記事を資料として用意しました。PFOS、えー、PFAS については、沖縄米軍基地の事例がこの委員会でたびたび取り上げられているものと認識しています。PFOS は多種多様な化学物質を含む大きなグループの総称であり、PFOS はその PFAS グループの中の特定の一、えー、つの 化学物質ですいずれにせよ環境や健康への影響が懸念されているため多くの国で規制や使用制限が進められているものと認識しております沖縄県庁での件については6月に流出があり9月に公表されたというもので、まあ、その間3ヶ月というのは長すぎると思いますその公表が遅れたことで、まあ、健康被害の可能性であったり、まあ、不安に感じる方も多いのではないかと思います朝日新聞の記事ですと p フォスは国の指針値を下回るなどと書かれておりますが、えー、10月12日 NHK ニ では地下水を貯めるタンクから基準値の三百四十倍の p f o スが検出されたとされており落下できるものではないと思います沖縄県のトップである玉城デニー知事は二〇二二年の知県知事選挙の際に米軍の p f o ス流出阻止を全面に主張して結果として当選したわけでございますそれが自分のところ沖縄県庁の p f o ス流出の公表遅れというのは大きな問題でありまして一般市民への影響も考えるとです、ね、これ公約違反とも考えうる したいと思います、えー。この件は当然、えー、沖縄北方大臣もご承知のことと思いますが、改めてご確認いただきたいと思い質問させていただきます。えー、P ホス流出、えー、流出公表が遅れたことに関する、えー、担当大臣のご見解を伺います。寺尾大臣。 お答えいたします。委員ご指摘の昨年6月に発生をいたしました沖縄県庁の地下駐車場における PFAS 等を含みます泡消火剤流出の事案については、報道等により承知をしてございます。また本件については沖縄県議会において議論がされたものとも承知をしてございます。 沖縄担当大臣として、まあ、こうした個別具体的な事案について、一つ一つ具体的にコメントすることは差し控えさせていただきますが、あくまで一般論として、住民の方々の健康や安全の確保は、沖縄振興を担う立場からも重要であると考えてございます。田君。 はい、ありがとうございます。あの不安に感じてロケなーの方も多いと思いますえ、私もこの委員会の一員として、えー、努力いたしたいと思いますが、大臣にもですね。あの県民の方に寄り添っていただきたいことを申し上げて、次の質問に移ります。えー、次に今年の3月11日から13日かけて、全日本港湾労働組合通称全港湾の沖縄本地方本部が石垣港で実施した全面ストライキを取り上げます。えー、この件も新聞記事を資料として用意しました。えー、全港湾のストライキにより、石垣港では貨物船の200。200 が停止しました島に船で入ってくるはずの物のの流れが止まったということですその結果多くの店舗で商品が欠品するなど島々の物流が大混乱に陥ったとのことですこの事態は一般市民の生活に深刻な影響を与え生活を危険にさらしたというものでございますこのストライキは石垣の調査によれば労働関係調整法に違反していたとされています労働関係調整法第37条では公益事業に資関する事件 事件、事例について、関係者が葬儀を、葬儀行為をするには少なくとも10日前まで関係方面に通知が必要とのことですが、その通知がなかったとされております。適法に行われれておれば 人々が事前の対策ができた可能性もあると思いますが、今回はそれができなかったということでございます。今回のストライキ、違法行為でありますし、私はこれ、テロ行為と見なしても差し支えないと考えております。このような行為が市民の生活を脅かすことは断じて許されないと考えております。えー、そこで今回のののストライキの件についいいいても沖縄北方大大臣臣見解をお伺いしたいと思います地味大臣 お答えいたします。本年3月11日から13日に、全日本公安労働組合沖縄地方本部が石垣港におきまして、ストライキを実施したことは承知をしてございますが、このストライキの労働法制上の位置づけにつきましては、厚生労働省の所管でございまして、沖縄担当大臣としてのお答えということは差し控えさせていただきます。 またあのご指摘のストライキでございますが、米軍海戦が港を使うということに伴う地域の安心、安全に対する不安を理由として行われたものだというふうに承知をして報道があったということでございますが、この米軍の艦船の入港にあたりましては、適切な手続きがされていたものと承知をしてございます浜口聡君。 はい、あ,のありがとうございます、まあ、この件です、ね、石垣市の中山市長であったり、まあ、あと石垣市議会、いずれもです、ね、重く受け止めてられていると承知をしております、えー、大臣におかれましても、適宜ご留意いただければと思います。えー、次にです、ね、あの質問の順番を変えまして、上川外務大臣にでで、ね、日米関係について、一つあの質問させていただきたいと思います。 言うまでもなく、日本にとってアメリカは最も重要な同盟国でありまして、その関係性について、外務大臣として常に気を配っておられることを容易に想像できるところでございます。日米関係については、国民からさまざまな意見がありますが、私としては現行の体制を維持することが妥当であると考えております。 確かに日本は時折アメリカの属国などと揶揄されることはありますが、アメリカにとっても日本は最重要国であり、日本が卑屈になる必要は全くないと考えております。我が国が同盟国アメリカをどう捉えるか、様々あると思いますが、過去の国会議事録を見返すと、 非常に興味深い発言がありましたので、紹介させていただきます。昭和41年ですね、あの当時の外務大臣でありました椎名悦三郎氏は、日米安保条約に関する質問においてですね、 アメリカは番犬様といいう表現を用いました、えー、この表現あの、その是非はともかくとしてです、ね、日本がアメリカに対して卑屈にならない表現としては、まあ、なかなかのものではないかと思います。軍事的には守ってもらいながらも、精神的には媚びない気持ちを、まあ、示す面白い表現だと思います、えー。当時の議事録、少し読み上げたいと思います、えー。昭和41年3月18日、衆議院外務委員会のところになります。 核兵器のおかげで日本が万が一にも繁盛しておりますというような朝晩おろうそくを上げて拝むというような気持ちでは私はないと思うただ外部の圧力があった場合にこれを排撃するといういわば番犬 ドイツは少し言い過ぎかもしれぬけれども、そういうものでありまして、日本の生きる道はおのずから崇高なものがあって、そして自ら核開発をしない、そして日本の政治の目標としては人類の良識に訴えて共存共栄の道を歩むという姿勢でございます。ただ、たまたま不良権のものがあって、危害を加えるという場合には、これを排撃する、こういうための番犬と言っていいかもしれません。番犬様ということのほうが、えー、そういう性質のものであって、何もそれを日本国民の一つの目標として、朝夕拝んで暮らすという、 なそんな不良権なことは考えておらないのであります。まあ、現代におきましてはですね、日本も防衛力を強化しておりますので、まあ、あの積極的に図っておりますので、今はふさわしくないかもしれませんが、私としては非常に興味深い表現だと思います。えー、上川大臣にお伺いしたいと思います。このシーナ外務大臣によるアメリカ版検査の発言に関してご見解を伺えればと思います。上川外務大臣。 答弁は承知をしていいるところでございますその上で申し上げれば、先般の岸田総理の訪米におきまして、バイデン大統領との間で、日米両国は二国間や地域にとどまらず、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序をともに維持・強化をするグローバルなパートナーであることを確認をしたところであります。 今後両国間で率直で真剣な議論を重ねて、国際社会の平和と繁栄のために協力を進めてまいりたいと考えております。浜田聡君はい、ありがとうございます。あのまあ、この番犬様発言ですが、あの議事録削除にも至っておりませんし。しこの椎名大臣。 大臣陣でも至っておりませんある意味、ですねこれ、当時の政府の公式見解,見解と言ってもいいかもしれません。あの当時の国会のやり取りはです、ねあの、まず番犬と言った際に、野党から文句が出たそうですが、まあ、番犬様と言い直したところで、結果的に笑って許された。 とのことでございます。まあ、このようにですね。椎名外務大臣、えー、ユニークな答弁でまあ、場の雰囲気を和ませるという才能があったように思います。あのまあ、歴代外務大臣の中でですね。あの1つのロールモデルとしてご参考にしていただけたらと思います。また、あの昭和63年の国会ではですね。当時の石原慎太郎、運輸大臣がですね。この番、犬様発言を引用してアメリカのことを強権とも述べておりますので、まあ、そのあたりもえー、まあ、適宜ご確認いただけたらと思います。 最後にですねあの上川外務大臣によるですねあの静岡県知事選挙応援演説内容を共同通信が局会報道した件、これについて伺いたいと思います。この件に関してはでさまざまな議論があり、私は共同通信の報道内容に大いに問題があると思います。 がまあ結果的に大臣の発言を撤回されたものと承知をしております。えー、私の問題意識としてはですね、上川大臣のですねインターネット上での情報発信に大いに改善の余地があるんじゃないかと思います。すみませんあのこの面に関しては余計なお世話かもしれませんが、えー、続けさせていただきます。あの私なりに端的に改善すべき点を申し上げるとですね、YouTube などの動画での発信をもっと積極的にすべきではないかということでございます。文字情報に比べて動画による情報というのはみず見る人に伝わる力が 極めて大きくて政治家は動画での情報発信を積極的にすべきであると考えております今回のようないわゆる局会報道が起こった際にですね普段から自身のチャンネルでですね登録者数地道に増やしていればですね適切に反論可能であり撤回する必要もなかったんじゃないかと思いますあの、まあ、御党自民党さんのですね youtube チャンネルの一例を少し挙げさせていただきますあの。 河野太郎大臣はですねあの登録者数、ユーチューブ登録者数16万人ですね、で高市早苗大臣はですねあの登録者数22万人でございます、であのここにおられる青山茂治さんはですねあの登録者数なんと57万人を誇っておられます、まあ、それに比べると、ですねあの、えー、上川大臣のユーチューブチャンネルですね、あの私の方で確認させていただいたところ、300人ということで、ちょっと寂しいものがあると思います。 ユーチューブがすべてじゃないと思いますけれど、こういった動画での情報発信をすべきという、の私の提案に関する大臣のご見解を伺えればと思います、はい、上川大臣。あの今の,あの時代の中で、さまざまなチャンネルを通じてあの発信していくということについては、それぞれの政治家の皆様の、のそれぞれの,あのお考えの中で推進していくものと考えております。 その意味で私の,の YouTube チャンネルが、ちょっとカウント数については、私自身、存じ上げているところではございませんけれども、皆様にお伝えすることについては、その工夫については、時代にふさわしいものにしていくということは、極めて重要であるというふうに思っておりますので、参考にさせていただきたいというふうに思います、はい、浜田聡君。 まあ、今回のようにですね。あの悪意ある問題報道をするマスコミをですね。揶揄する表現としてですね。マスゴミという表現があります。まあ、私はですね。この表現はまあ言えて妙だと思います。あの、上川外務大臣はですね。最近の世論調査においては次期首相候補としてですね。あの上位に上がってきており、あの国民の期待も大きいと認識をしております。まあ、今後ですね。あの仮に首相を目指すのであれば。 アメリカ大統領バイデンであったりトランププーチン習近平総総太郎のメンバーとですねあの難しい交渉をまあ、に臨む可能性もあるわけでございますまあ、日本のマスコミ程度に負けているようではいけないと私は考えます、えー、首相を目指す候補となり得る議員にはですねもっと大きな発信力を持っていただきたいと思いますしまあ、そういう議員が1人でも、えー、多くいた方が国益に資するものと、えー、申し上げて私の質問を終わらせていただきますご清聴ありがとうございました NHK の The glass.